ジャービル・ブンハイアーン、ジャービル・ブンハイアン、FLC721 年 C815 年は、8世紀後半から9世紀初頭にかけて、バグダードかクーファで活動した、錬金術師。アラビア語で著作を書いたイスラーム圏の学者である。いくつかの著作が12世紀頃に、ラテン語に翻訳されて、ヨーロッパキリスト教圏の科学、学術にも影響を及ぼした。 ゲーベルというラテン名を持つ。非常に多くの文献がジャービル文ハイアンアあるいはゲーベルの作に改せられており、これらをジャービル文献、ジャビリアンコーパスコーパスゲベリーと総称する。ジャービル文献には、数比術や卑怯主義的要素が含まれる文献が多数ううあり、これらはイズマー・イール派との関連が指摘されている。その他に、 ヨーロッパの学者がゲーベルの名を語って書いたものもある。ジャービル文献については、強的な価値観に基づいて、観察や実験の重要性について述べた科学哲学的内容や、硫酸や硝酸について述べた科学的内容を記載している点が重視される場合もある。ジャービルは半ば伝説的な存在であり、歴史的には実在しない。 架空の人物であるという説が唱えられたこともあった。20世紀前半に東洋学者のが詳細な研究をした。これを検証したマーチン・プラスナーによると、ジャービルに関する情報は、イブン・ナディームが記したことが、概ね正しいようである。10世紀末バグダードの書籍書イブン・ナディームのフィフリスト987年頃聖書は、ジャービルについて言及した。 最も古い文献の一つである。フィフリストには、ジャービルは自分たちのアブワブの一人であって、イマーム・サーディクのサハーバであると主張するシーア派の一派がいたという記載がある。イブン・ナディームは、その記載に続けて、ジャービルは論理学と哲学に関する本を書いた哲学者の一人に、過ぎないと主張する人たちもいると書いた。フィフリストにおける別のセクションでは、 仮にジャービルなる人物が実在していたのなら、正真正銘ジャービルが書いた本は、大いなる慈悲の書のみだろうと主張するラーやワル・ダークも、いるという記載がある。彼らによると、残りの著作は、誰か別の者が、ジャービルの名前を語って書いたに違いないという。イブン・ナディームは、ジャービル秘術在説に対して最善と反論した。このように、バーティンの継承者という正当性を持った。 大魔術師ジャービルという巨像は10世紀前半には成立していたようである。ジャービルは西暦721年頃にホラーサーンの町トゥースで生まれた。薬草医を制御として815年頃にクーファで没した。ジャービルは青年期にイスラーム世界の歴史の転換点となった748年のアッバース革命を経験した。ジャービルと 同じく薬草医であったその父、ハイヤーンは、アッパース家に味方して、権力闘争に巻き込まれ、うまいや家の支持者に捕まって処刑されたため、ジャービルは生まれて間もなくの頃に孤児になった。ジャービルは、アッパース革命後、ジャーファルサーディク、700から765の弟子になり、サーディクにより、錬金術その他の英知を授けられたという伝説がある。 その根拠としてよく挙げられるのが、ジャービルが著作の中でサービクに言及する際、我が死によると、というを付していることである。しかしながら、シーア派文献に、ジャービルがサービクの弟子であったという記録が見当たらず、歴史学者には、検証可能な裏付けの取れない伝説に過ぎないと、みなされている。イスラーム学者の竹下正隆は、 そのような伝説があること自体に基づいて、ジャービルが、卑怯的シーア派と何らかの関わりがあったのかも、知れないと指摘するに留めている。ジャービルの伝記を伝える古い文献では、出自を表すニスバが、文献ごとに異なっていて、例えば、バリク、アラビア半島公海側の一オアシスの名前、クーファ、トゥースといった地名が現れる。によると、ホラーサーン生まれでの地に、 クーファで暮らしたという説と、シリア生まれで後にホラーサーンやクーファで暮らしたいう説とがある。また、薬学者であったジャービルの父は、アラブ人のの一員であったとされており、ジャービルの民族的出自を曖昧なものにしている。ジャービルの父、ハイアーンアルイコールアズディは、うまいや長期にイエメンのバリクからクーファへ移住したと考える説がある。その一方で、ジャービルの 全名に現れるあるイコールアズディーは、ジャービルがアズドケと付き合いがあったことを表すとする説もある。科学、薬学、薬金学、天文学、あるいは、先生術、哲学、物理学、音楽などにわたる彼の著作は400を超えるとも言われているが、残存するものは20程度である。その中には、彼の名に固くした後世の著作と思われるものも含まれている。 彼の業績は化学、薬学の分野が顕著である。彼が発明したとされる塩酸、硝酸、硫酸の生成と結晶化法などは現在の化学工業の基礎となっている。金などの貴金属を溶かすことのできる汚水も彼の発明によるものである。彼はまた有機化合物であるクエン酸、酢酸、主石酸などの発見者ともされている。発明は化学器具にも及んでいる。 彼が工夫した上流装置はアランビックとして現在も使われている。科学にとって重要なアルカリの概念も彼によって生み出された。彼の思想は古代ギリシア、古代エジプト、イスラム教の中の神秘思想が総合されていると考えられている。彼が敬意を払う人物はヘルメストリスメギストス、アガトナイモーン、アガシディマン、ギリシア神話の慈悲の悪魔、ピタゴラス。 ソクラテスなどであった。彼の著作は中世ヨーロッパの錬金術に大きな影響を与えた。12世紀にラテン語に翻訳されたアラビア語現代、黒記事の書、キミアは、剣の転じたもので、エジプトのことを指すとされ、金属気化秘宝大全とも、は、錬金術ひいては科学の語源となっている。金属の性質は、異様と水銀の比率で編成するとする。 洋水銀説は中世ヨーロッパにも引き継がれた。ただし、彼の著作とされているものに、後世の弟子たちが書いたものも多いとの疑いは、早くも10世紀には指摘されていた。2000編以上の文書が彼の作であるとされてきたが、20世紀にはアラビア語で書かれたジャービル派の全文書が、10世紀のイスマイル派によって編纂されたことが明らかにされた。 中世ヨーロッパにとって最も主要な科学教科書的存在であったマギステリウム完成の公害は彼の名によっているが現存するものは13世紀以降のラテン語訳のみで原著と見られるアラビア語のものは残っていないこのためこの書は彼の名によって13世紀のヨーロッパで著作されたものではないかの見方は多くギ・ジーベルあるいはニセジーベルの書と呼ばれることもある ジャービル作とされたラテン語文献に、ジャービルの著作はないのではないかとも入れたが、ヨーロッパで最も影響の大きかった、キーターブ・アルキミアは、間違いなくジャービルの翻訳思考に基づいていることが、わかっている。ジャービルについては、不明な点が多いが、確かなことは、中世ヨーロッパの錬金術において、彼の名が最も権威があると認められていたことである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。